ヤンフスは、チェコ出身の宗教思想家、宗教改革の先駆者。ジョン・ウィクリフの考えをもとに、宗教運動に着手し、ボヘミア王の支持のもとで、反教権的な言説を解き、職友上を批判し、聖書だけを信仰の根拠とし、プロテスタント運動の先駆者となった。カトリック教会はフスを1411年に破門し、コンスタンツ公会議によって、 有罪とされた。その後、世俗の勢力に引き渡され、杭にかけられて家計に処された。チェコ語ヤンフスは、フス自身が使い始めた、生誕地の略語で、当初彼は、フシネツのヤン、ラテン語で、ヨハネスでハスネッツとして知られていた。ヤンフスは、ボヘミア地方のプラハの南南西 75km に、あるフシネツで生まれた。両親は、チェコ人で、 貧しい生活を送り、フスは、教会で奉公して、生計を補った。ボヘミアは新生ローマ皇帝カール4世の時代に、文化的な流星を迎え、プラハは独立の広塚左京区となり、プラハ大学が創設された。プラハ大主教や皇位聖職者は、カール4世の後ろ盾になり、宮廷で行政に携わった。 1380年代半ば頃には、フスは勉強のために、プラハに赴いた。親友となるが最後には敵対した頭の芋の、スタニスラフとは、この頃に出会った。1393年に、学術学士号を、1394年に、論理学士号を、1396年に、学術修士号を取った。1400年に、装飾者に任命され、 1401年には哲学部長、翌年にはプラハ大学の学長に任命された。1402年にプラハのベツレヘム礼拝堂の説教者にも指名され、チェコ語で説教を行った。大司教、ズビニエク在ツの元フスは1405年には組織の説教者となった。1382年にカール4世の息子で、 ローマ王兼ボヘミア王バーツラフ4世のイボ妹、アンナが、イングランド王リチャード2世と結婚し、その影響で、ウィクリフの哲学書がボヘミアにも行き渡り、広く知られるようになった。ウィクリフの哲学書は1401年か1402年に、プラハのヒエロニムスにより伝えられた。大学は、新しい競技の広がりに対し反対の声を上げ、1403年に、 ウィクリフに賛同する55の論文についての議論を禁止した。フスは研究者として、特にウィクリフの哲学的現実主義に強く魅了された。その進学理論を知ったことにより、教会改革に向かうフスの成功が覚醒した。このため、フスは聖職者を批判することが増え、大司教は彼に与えた職を解任した。 プラハ大学の環境の発展は、教会大分裂に大きく依存していた。ボヘミア王バーツラフ4世の政策を、ローマ教皇グレゴリウス12世は支持しなかった。そこで、王は、グレゴリウス12世を見捨て、高位聖職者と大学に対して、並立する教皇を中立に支持するように命じた。しかし、大主教は教皇に忠実で、 大学では中立を明言したのはフスを代表者とするボヘミア人だけだった。当時は反ウィクリフ派のドイツ人移民とウィクリフ派の土着チェック人の間で対立が起きており、プラハ大学でドイツ人の同教団は3つあったのに対し、チェック人のは1つしかなかった。1409年、大学の対応に起こったバーツラフ四世はフスとチェコ人指導者の教唆を受け、 クトナーホラにて布告を発し、大学の諸問題に対して、ボヘミア人には3票の投票権を与え、主に、ドイツ人同教団等の外国人には1票しか、投票権を与えないという改革を宣言した。その結果、多くのドイツ人教授、技術者、学生が、プラハ大学を去り、ライプツィヒ大学を創立した。プラハは、チェコの一大学となったが、この時の移住者によって、 ボヘミアの異端説の名声が遠い国々まで広まった。大司教は孤立し、フスは名声を得た。彼は学長となり、宮廷からも支援を受けた。と書くするうちに、ウィクリフの学術的視点は国中に広まった。大司教がグレゴリウス12世に忠実だった間は、ウィクリフの新思想に対する反対派は失望が続いていたが、大司教は、 対立教皇アレクサンデル5世の廃越に際して、ウィクリフ派が、ボヘミアの聖職者に騒動を持ち込んだとして、告発すると、アレクサンデル5世は1409年12月20日に、教書で大主教の権限を強化し、ウィクリフ主義に、法的手続きを取ること、すなわち、ウィクリフの著述を廃棄し、教義を無効とし、自由な伝道を禁止すると布告した。 教書交付後の1410年、フスは教皇に訴えたが聞き入れられず、すべてのウィクリフの書物と写本が紛書となった。そして、フスとその支持者は追放された。この裁きは、ボヘミアの仮想民の間に大変な騒乱を引き起こし、何か所かで不穏な場面が現れた。政府は、フスとその支持者を庇護し、その力は日に日に増大した。フスは、 ベツレヘム礼拝堂で、告発に対して一層大胆な説教をした。プラハの教会は閉鎖され、教皇による禁令がプラハに発せられたが、フスラボヘミア人の運動は止まらなかった。大司教、ズビニエク在閲が1411年に死去し、ボヘミアの宗教運動は、新しい局面に入った。すなわち、免罪符に関する議論の高まりである。 1411年にアレクサンデル5世の後を継いだ対立教皇ヨハネス23世はグレゴリウス12世を被護するナポリオ・ラディズラーを1世を制圧するために十字軍教会を派遣した十字軍の遠征費用を賄うため教会は免罪符の売買を始めたプラハでも免罪符の説教者は人々を教会に集め寄進を進めたフスは ウィクリフの例を出して、免罪符に反対し、有名な改革論を書いた。1412年に、フスが発表した論文によって論争が引き起こされた。その論文は、ウィクリフの著書の最終章とフスの論文からの引用だった。ウィクリフとフスは、教会の名の下で剣を挙げる権利は教皇にも、司教にもなく、敵のために祈り、 ののしる者たちに祝福を与えるべきであると主張した。人は真の懺悔によって許しを得、金では買うことはできないのである。この主張のため、フスは大学に泊まることができなくなった。民衆は詐欺的な貫通者と生職売買者の集まりのようなローマ教会よりもフスに従うべきだと考えた。神学部の学者たちはフスの主張に反論したが、人々は ボクボクサバルト指定によって導かれ教皇の教書を焼き捨てた。説教の途中で説教者をはっきりと否定し免罪符を疑問といった仮想階級出身の3人の人が斬首された。彼らはフス派の最初の殉教者だった。進学部はフスに司祭の試験のために演説をし協議を提示することを要求したが彼は拒否した。 学部は55の論文を新たに異端と宣告し、フスのいくつかの論文も異端に加えた。バーツラーフ4世はこれらの論文を教えることを禁止したが、フスと大学のどちらが正しいとしたわけではなく、論文の異端性を最初に証明することを要求した。プラハの騒ぎは大騒動となり、ローマ教会はそれを不快と受け止めた。教皇代理で大司教のアルビックは、 フスに対して教書への反対を止めるように説得を試みた。また、バーツラフ四世は両派を和解させようと試みたが、失敗した。その間に、プラハの聖職者たちは、ミヒャエルでカウズイズを通じて、教皇に不平を訴えた。教皇は、聖アンジェロ城のスーキ教に対し、フスへの弾圧を命じた。スーキ教の下した罰則により、フスは大司教のもとに拘留され、 フスの教会は破壊された。フスと、その支持者への対応は、さらに厳しくなり、教皇ではなくイエス・キリストこそが、市場の審判であるというようなフス派の主張を抑える、対抗策も厳しくなった。これら厳しい対応により、人々の興奮がさらに高まったので、鎮静化のためバーツラフ4世はフスをプラ派から、遠ざけたが、フスがいなくなっても、フス支持者の興奮は続いた。 バーツラフ4世は、自国外端として、悪評を受けていることに悩みながらも、対立する両派を和解させようと努めた。1412年に、国王は、王国の首脳の答信を受けて、同年2月2日にチェスキーブロドにおける、宗教会議を召集した。宗教会議は、プラハの大司教宮殿で実現し、教会内の構想を収めるための初発議が、検討された。 会議には、フス本人の参加は認められなかったが、フスは要求を伝え、ボヘミアは、教会問題に関して、他国と同じ自由を持つべきであり、何を認めて何を認めないかは、ボヘミア自身が決定すべきと訴えた。これは総じて、ウィクリフの協議である。両派の合意は得られなかった。フスは、たとえあ破りの杭の前に立たされても、 私は決して神学部の忠告を受け入れないだろうと書いている。この宗教会議の成果は少なかったが、バーツラフ4世は、両派の和解の継続を命じた。大学教授たちは、フスとその支援者に、彼らの教会の概念を是認するよう要求し、教皇は教会の頭であり、数機教は教会の胴体であり、神とは、 教会のすべての規制に従わなければならないとした。フスは、それは教会を教皇と数奇教だけのものにする考え方だとして、教皇に抗議した。一方でフス派は、相手側の主張も受け入れるよう努力し、ローマ教会に従わなければならないという主張に、対して、敬虔なキリスト教徒として恥じない限りの一文を付け加えた。しかし、 スタニスラフ説の今とステファン・パレチは、このフス派の書き足しに抗議し、会議から退席した。王は二人を追放し、代わりの委員を立てた。これら議論の途中で、フスが教会を論じた、教会論が何度も引用され、賛否両論の意見を浴びた。この著作は、最初の重章までは、ウィクリフの同盟の著作の要約で、 続く章では同じく、ウィクリフの著作の適用を受け継ぐものである。ウィクリフは、教会は、聖職者だけで構成されるという一般的な考えに、対抗して、著作を記したが、フスも同じ立場に立たされていた。フスは、論文をオーストリア近くのコジー・フラーデクにある彼の、被護者の居場で表した。原稿は、プラハに送られ、ベツレヘムレイハイドにおいて、 大衆の前で発表され、これに対して、スタニスラフ説の今とステファン・パレチトが、同名の論文を表して対抗した。この2名の猛烈な敵手がプラハを去った後は、論文の発表の場は、フスの支持者だけで埋め尽くされた。フスは、論文を書くと共にコジー・フラーデックの近郊で説教を、した。ボヘミアのウィクリフ主義は、ポーランド・ハンガリー・クロアチア・オーストリアに伝播したが、 この時には、教皇の宮殿で特別な動きはなかった。しかし、1413年に、ローマで、評議会が開かれ、ウィクリフの著作は、異端とされて、それらを燃やす命令が下った。コンスタンツ公会議でのヤンフス3人の教皇が、並立するという教会大分裂を収束させ、教会を正常化するために14、1414年11月1日に、 コンスタンツ公会議が招集された。公会議を招集したローマ王権ハンガリー王、ジギスムントはバーツラフ4世の弟で、子供のない彼の後継者に当たるが、国から異端者をなくしたいと強く願っていた。ジギスムントが、フスも招待したので、すべての議論を消したいと願うフスは、喜んで、コンスタンツへの訪問を決めた。ジギスムントは、 会議中の彼の身の安全を保障した。フスのいつもの説教から判断すると、彼は明らかに自分の教義を、教会の恐怖たちに解こうとしていた。教義の正当性を示す十分な教術を準備し、自らの死を予見したかのように遺書をしたためた後、1414 14年10月11日、フスは旅だった。11月3日に、フスがコンスタンツに到着すると、 翌日には、教会の扉に、異端者、フスの討論相手は、ニエメツキーブロトのミハルであると公示された。最初、フスは自由に住居を決められたが、フスの敵対者が悪い噂を広めたため、フスは、聖堂三次会員の邸宅に連れられ、その後12月8日に、トミニコ修道院の地下牢に入れられた。ジギスムントは、 フスの安全保障が無視されたことに激怒し、好意の聖職者を解任しようとしたが、その場合は、議会も解散しなければならないので、結局は成り行きに任せた。12月4日、教皇は3人の司教からなる委員会にフスの予備調査を委任した。告発者側は3人の証言者が尋問されたが、フスには1人の証言者も認められなかった。退位を迫られて、 コンスタンツから逃亡していた教皇ヨハネス23世が、ついに廃位されたことにより、フスの状況はさらに悪化した。これまでフスの身柄は、教皇の監視下に置かれ、知人との連絡が可能だったが、廃位後、彼の身柄は、コンスタンツの大司教の元に渡され、大司教の居城である、ライン側のゴッドリー弁城に送られた。そこでフスは、知人との連絡を断た,たれ、 中夜を問わず鎖につながれ、わずかな食事だけを与えられ、病にも苦しみながら73日間にわたり、遊兵された。後半のためにフスは、フランシスコ会の修道院に移され、そこで、人生最後の数週間を過ごした。1415年6月5日に、初後半が開かれた。フスは、パレツ等に対抗した、教会論を辞書と認め、 もし自分が間違っていると証明されれば喜んで、改めると宣伝した。後半では、フスには、自分に対する非難に短く要約して答えることしか、許されなかった。彼はウィクリフを崇拝しており、自分の魂もいつか、ウィクリフと同じところに登りたいと認めたものの、ウィクリフの生産論や45課条の協議を擁護した、ことは否定した。ジギスムントは、 遺端者を擁護はしたくなかったので、フスに公判で罪を認め慈悲を買うようにと忠告した。6月8日の最後の裁判で、避難者側によって39項に及ぶ記述が読み上げられた。そのうち26項は、フスの境界論から抜粋した記述で、7項は、パレツに対抗するフスの論文からの抜粋で、残る6項は、 スタニスラフ説の今に対する論文からの抜粋だった。避難者側は、これらの協議が世の中に危険であると一文ずつ説明し、ジギスムントがフスに悪感情を持つように煽った。フスは再び、もし彼が間違っていると証明されたら従うと宣言し、より公平な審判と彼の主張の理由を説明する時間を求めた。しかし、 フスはその場で4項目を認めるように要求された。彼が今まで主張してきたことは誤っていた。今までの主張を将来も放棄する。今までの主張は撤回する。今までの主張と反対のことを正しいと認める。フスは今まで教えたこともない競技の撤回などできないと答え、後半の非難は誤解に基づいており、 己の良心に反する行動は取れないと訴えた。このようなフスの言動は後半で好意的には受け取られなかった。6月8日の後半の後、フスを本位させるように数回の審問が行われたが、フスの意思は変わらなかった。ジギスムンドは政治的に判断し、フスがボヘミアに帰るのは危険で、異端者の処刑は見せしめとしていくらかの効果があると考えた。 フスはすでに生きながら得る希望は持っておらず、真珠では殉教を望んでいた。フスの判決は7月6日、公会議の参加者を大聖堂に集めた荘厳な場面で宣告された。荘厳なミサと生産式の後、フスが大聖堂に連れ込まれた。ローディの大司教が異端を撲滅する義務について説教を行った。そして、 フスとウィクリフが行った異端の一部と、これまでのフスの裁判の報告が読み上げられた。フスは何度か大声で抗議した。キリストに対する訴えまでもが、異端的として禁じられたとき、彼は、神と、主キリストよ。新社会は、私たちを虐いたげるときに、いつも主なる神を、裁きの理由に挙げてきた。それなのに、今や、新社会は、自らの行動と法すも、 異端と断じようとしていると叫んだ。そして、フスと彼の論文に対する有罪判決文を読み上げられると、フスは再び、今でも自分の望みは正しく、聖書に従って裁かれることだけだと、大声で抗議した。そして、フスはひざまずいて、敵対するすべての人を許すように、低い声で神に祈った。その後、聖職剥奪が行われた。フスは、 聖職者の包囲に着替えさせられ、再び主張を撤回するよう求められた。彼が再び断ると包囲を剥ぎ取られ、聖職者としての啓発は乱され、聖職者の権利はすべて剥奪され世俗の力に引き渡されるとの宣言が読み上げられた。フスの頭には、異端の首謀者と書いた高い紙帽子が被せられた。杭にかけられて焼かれるフスフスは、 武装した男たちによって、家計の柱に連れて行かれた。処刑の場でも彼はひざまずき、両腕を広げ、小裸に祈った。フスの国会を聞いて、許しを与えよという人もいたが、司祭は、異端者の国会は聞かないし許しも与えない、と頑固に断った。死刑執行人は、フスの衣類を脱がし、両手を後ろ手に縛り、首を柱に結びつけ、 彼の首の高さまで焚き木と藁を積み上げた。最後になって、ジギスムントの家臣フォン・パッペンハイム博は、フスに主張を撤回して命乞いするように勧めた。しかしフスは、私が、間違った証言者に告発されたような教えを説いて、いないことは、神が知っておられる。私が書き、教え、広めた神の言葉の真実ともに、私は、喜んで死のうと述べて断った。 火がつけられると、フスは声を高めて、神よ、そなた生ける神の御子よ、我に慈悲をと唱えた。これを三回唱え、諸女、マリアの子よと続けたとき、風が炎を、フスの顔に吹き上げた。そして、フスを悪魔とみなす経験な老婆がさらに焚き火をくべると、王サンクタシンプレシタスと叫んだ。彼はなおも、口と頭を動かしていたが、やがて息を引き取った。 フスの衣類も火にくべられ、遺界は集められて、近くのライン側に捨てられた。1999年に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世はフスについて、残酷な死をもたらしたことへの深い後悔を示しフスの死に、深い悲しみを加えて、同義的勇気を称えた。チェコ共和国のミロスラフブルクスーキ教はこの時の、生命の作成に尽力した。 チェコにおいて、フスは生前は預言者、または、使徒として尊敬され、死後は聖者あるいは殉教者として崇拝された。一方で、プラハ大学や、教会の敵対者と争う中で、様々な抽象や非難を受けることもあった。フスは、ウィクリフの著作を翻訳し、神の生態、教会、教皇に関するウィクリフの理論や、とりわけ説教に関する理論には精通していた。 フスの教義の根幹は次のような考えだが、これはウィクリフが書いた教会と教皇の力に関する本に含まれている。フスの学識は幅が限られており、ほとんどがウィクリフの理論だった。フスの説教では、ウィクリフの言葉をほとんどそのまま使って、教会や聖職者、僧侶の堕落や世俗の人の義務などについて述べた。 フスの代表的な三つの説教も、ウィクリフの説教の正確な再現であった。フスは、コンスタンス公会議をも、この説教によって説得しようと考えていた。また、ウィクリフに従って、予定説を論じたが、ウィクリフとは異なって、聖職異界性に対しては否定しなかった。フスの著作のほとんどは、ズノイモのスタニスラフ及びステファン・パレッチとの討論のための論述文で、 厳密な意味で改革書と言える著作はほとんどなかった。1419年のバーツラフ4世の死後に、ジギスムントがボヘミアを相続することになると、ボヘミアのフス派はいよいよ反抗的になり、ジギスムントは、ボヘミア征服のために十字軍を結成しフス戦争が起こった。フス派は、ヤンジしか率いる、急進的なターボル派を中心として、 ジギスムントの十字軍を撃退し、国王の敗を宣言してフス派のボヘミア国家を事実上実現させたが、やがて内部分裂が起こりターボル派は、壊滅、恩賢派のウトラキストが中心となって、ジギスムントと赤石彼を国王として認め、バーゼル公会議でカトリック教会に復帰した。15世紀初頭の10年間に、ウィクリフ主義は、ボヘミアの土壌に移植されて広まった。 ウィクリフ主義は、フスの島でに、いわゆるフス主義として維持され、それからウトラキストに転じ、さらに、ターボルを拠点とする、ターボル派につながった。フスは、コンスタンス公会議で、ウィクリフの生産に関する考えには賛同しないと、主張したが、それが事実かは確かでない。ボヘミアの土壌で、ウィクリフの生産論は広く受け入れられた。まず、 シュノ餐ンさんについてのウィクリフの協議は、1399年には、プラハにも広まったと考える根拠がある。生産論は1403年に禁止されたが、その後もさらに広がりを見せ、フスもそれを時教えていた。ただし、フスは、ウィクリフの生産論を単に説明しただけで、賛同はしていなかったという可能性も考えられる。この後に、生産論の協議は、 急進的なターボル派の一党を強く引きつけ、ターボル派の唱える競技の中核となった。フスの支持者はフス派として知られる。フス死後も、ボヘミアでは、フスの人気は根強く、貴族たちの間ではハンカトリックの同盟が結成された。フスはまた、その広範な書物により、チェコ文学史における突出した立場を得た。フスは、一つの記号で、 それぞれの音を表すため、チェコ語の綴りに特殊記号を使用し始めた人物でもある。今日、フスの言葉は、プラハの旧市街広場で見ることができる。チェコ共和国大統領府の旗。国章に、真実は勝つのモットーがあしらわれている。フスは処刑される直前に、もし遺憾であることを認めれば、命は、助けるという要請を拒否し、処刑されたが、 彼の最後の言葉は、真実は勝つだったとチェコ人の間に伝わり、外国支配の続いた、チェコ人のよりどころとなり、1920年に、チェコスロバキアが独立すると国の標語となった。プラハ城に国章に、真実は勝つとのモットーがついた旗が形容された。1967年のプラハの春ではこの旗は、剥ぎ取られたが、憲章77では、 真実に生きる者の,のために、真実は勝つという標語があり、1989年のビロード革命では、バーツ・ラフ・ハベルは、愛は憎しみを、真実は虚偽を征服しなければならないというスローガンを唱えた。以降は、1992年まで、ラテン語のベリタス・ビンシットが、標語となった。チェコとスロバキアに分離すると、チェコ語のものが、国の標語となり、 大統領府の旗に使用されている。英語で、ジョン・ハス、ドイツ語で、ヨハネス・ハスと書かれることがあるが、正確なチェコ語の綴りは、ヤン・ハスである。誕生日は一般には1369年7月6日とされるが、7月6日は、彼の命日で、それを彼の支持者たちが、記念日としたことから誤解がある。沖ノ島広美。 プラハ迷宮の散歩道100頭の遠さまよう楽しみ、ダイヤモンド、ビッグ社、2016年、123ページ。ISBN 978から4から478048504。説教論、サーモナス3、3-519、エトセトラ。ありがとうございます。